高校今2年生の人が1年生が見てくれたら、まあ、これから僕らの時代はコロナのせいで暗いというふうに思わないでほしいですね。そう、うん、それが一番大事で言いたいこと、はいはい。皆さんこんにちは、株式会社アッテミーの吉田です。松野です。この動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、それから高評価よろしくお願いします。今日はですね、2021年2月の22日付でですね、産経新聞さんが出された高卒生の求人コロナで減少、来年度以降に暗雲っていうですね、まあ、新聞記事およびネットニュースを受けてですね、まあ、ちょっと2022年の3月に卒業していく新高校3年生のですね、高卒就活はどうなるのかっていうあたりをね、なんかざっくばらんに予測込み込みの感じでですね、語っていこうかっていうことでスタートしたいと思いますけど、はい、ニュース記事に関しては概要欄にリンク貼ってあるので、元記事はぜひ読んでいただきたいんですけど、まあ、基本的にまあ今年ですね、2021年3月に卒業していく高校生たちも求人は2割ぐらい減っているし、そもそもこう就職を断念して進学希望に進学に転じた人も多くなってるんじゃないかとか、あとは求人がこうたくさんある工業高校の進路指導部長の先生も、いや今年はなんとかなったけど来年やばいんちゃうかっていうですね、コメントが出てたりするっていうのがニュースの、まあ、新聞記事のざっくりしたところなんですけど、うん、どうですか松野さん、これ読まれて。そうですね、私の、肌感覚では、間違いなく来年は減ると、ここ2、3年ぐらい、なんでなのか分かりませんけども、ここ2、3年はとりあえずやっぱり減る可能性高いなとは思ってます。なんでですか？まずですね、今年といいますか、この3月に卒業する生徒に関して、比較的求人数はあまり変わらなかったよというふうなことを、例えば工業高校の先生からは、ちょこちょこ聞いてたんですけれども、でも普通科高校の先生は中心にですね、やっぱこう20から30%ぐらいやっぱ減ってるという声が多かったんですね。なぜかこのコロナがどうなるかわからないという中で、企業さんの方もそれほど求人数を極端にこうストップするとか、絞り込むとかいうことが、あえて言うと去年は比較的まだちょっと求人難の時代が長かったので、一定の求人は確保できたと思うんですが、ここまでやっぱりコロナがこう長期化すると、来年度以降、まず今年1年間の業績を受けてですね、やはりもう下方修正、要するに来年度の売上の見込みですね、をやっぱりこう減らさざるを得ないというと、当然その、いわゆる人事にかけるお金、求人にかけるお金っていうのはやっぱり縮小すると、まず、そこから減らすということは当然あるんですね。いやなんか私リーマンショックが2009年に起こって、でその直後、どんどん高卒求人がこう減ってって、割とこうリーマンショックが起きた3年後ぐらいが結構一番求人そこでしたよね。そうですね、はい、3、4年後かなぐらいがそこで、はい、今回 の, コロナも起きた年自体っていうよりは、翌年翌々年っていうところがちょっとこう求人厳しくなるかなっていう、減るかなっていうのは肌で感じているところも、過去の事例からもそうやろなって思いますし、今も現場にいて松野さんが言ったみたいに、今年は元の予定もあるし計画通り取ったけど、ちょっと来年は、人数絞ろうかなとか、あと一昨年までなかなかこう取れなかった中小企業さんが、今年ちょっと数年ぶりに取れたから来年はちょっと取らないよみたいなね、先生方も、いやちょっと今年よろしくお願いしますって言って、なんとか就職させてもらえた会社さんも、ちょっと今年頑張ったから来年はちょっと厳しいかなっていうリアクションをね、学校に少し示してたりして、学校の先生とかは結構、今年も不安いっぱいだったけど来年はさらに、求人減るんちゃうかっていう不安感はものすごいありますよね。ありますね、多分ね、どこの会社も考えておられるのは、このコロナ後はですね、いろんなこう仕事のスタイルが変わる、もしくは自分のところがやっている、業
業種というんでしょうか、その、まあ、業務内容を転換するというところも今、まあ、増えてますよね。例えば飲食であっても対面の飲食からデリバリーとかね、まあ、うん、そういうのが私めっちゃ使ってますお世話になってます、いろんなデリバリーサービスさんありがとうございます、うん、私もちょこちょこ使ってますけども、で、まあ、そうなると、まあ、そちらの方の例えば設備投資、うん、まあ、例えばその、まあ、今宅配を自転車でやるというのをね、うん、あの特に食事のねあれは増えてますが、はい、まあ、それにしても例えばその自転車を導入するとか、そこに例えばその住所とその注文と同時タイミングでというようなサービス、うん、特に IT 関係ですね、うん、まあ、そういうのに関してはお金をかけなければ生き残れないと、うんうんうん、だからそちらの方の産業は求人数はこれから増える可能性は当然あるかと思いますし、まあ、例えば新しい建物を作るという会社もありますので、例えば全、まあ、対面型はもう難しかったら、まあ、できるだけ対面を避けて機械を導入してやれるところというのは、そのそういう工場を建設するためのお金にまず回したいとなると、やっぱり採用数を減らして、要するに人にかける人件費の部分はできるだけ固定費の中では抑えたいと。そうですね、うん、なんかその動きは結構こう現場にいて感じるとこはありますよね。でもリーマンショックの時とか、あとバブルの時に新卒取るのをやめて、それでこう特定の数年間、うん、あの新入社員が入ってこない時期を設けたことで、ちょっと会社としてこう組織があんまり良くないなと思って、はい、まあ、大量には取らないけど、うん、人数は絞ってゼロにはしないっていうのもベースにはあるのかなっていう、ね、そうですね、あの、まあ、バブルの時も、まあ、私円高不況、バブル、リーマンショック、そして今回のコロナショックと歴史感じるすいませんあのまあ、最低で4回ぐらいのその景気の不振の特に底を経験してるんですが、バブルの後の何というかこう求人数が減ったというのは長かったですね。やっぱり10年ぐらいかかったなと。で10年経ってやっと回復しかけたかなと思った時にリーマンショックでまたドンと。ただリーマンショックのは比較的私あのそれによって求人数が減るというのは短かったのは、やはりその団塊の世代とかですね、いわゆる退職されたと、うん、 そうですね、そこで一気に、まあ、会社の中 の、 その人員構成が減ったので、うん、後継ぎという面から先ほど、ね、うん、おっしゃったように、今後継ぎを作らないと困るというのがこの数年の求人なんだ、まあ、それから考えるとこのコロナはどうかというと、そのバブルの崩壊ほど長引かないかもわからないけれども、リーマンショックほど早く回復するというのもまたちょっと違うのかなと。まあ、でもどれぐらい影潜めるかちょっとわかんないですけど、うん、分からないですね、でもなんか今の現役のね高校 1,2 年生とかに言えるのは、こう全体的に求人がガーンと減ってるっていうよりは、やっぱり業界とか職種特定で、うん、あの減ってるっていうところがあるので、求人がないわけではないんですよね。そうですね、あのそれこそリーマンショックの時とかは全然、ね、求人有効求人倍率が 1.2 倍とか3倍とかで1人に1社あるかどうかでしたけど、今ね関東とか関西の中心部だと本当に、例えば大阪だと有効求人倍率4倍超えてたりもするので、ないわけじゃないんですよね、減ってるとはいえ。だけど正直こうアパレル行きたいとか化粧品販売行きたいとか飲食行きたいとか宿泊ホテルで働きたいとかっていう、まあ本当にコロナの影響でかなり経営が厳しい、売り上げが厳しくなってる業界職種に行きたいっていう子は、正直来年は求人かなり厳しいと思うので、あの職種変更ですね、そこ行きたいと思ってたけどそうじゃない仕事も選択肢に入れるっていうことは求められますよね。そうですね、まあ、一つ例を挙げればね、あのバブルの頃、まあ、だから1990年ぐらいにですね、かなりの数があったのがいわゆる事務の仕事なんですね。その一般事務、一般事務って何をするかというと、ちょっとすみませんね、うん、昔の話で、いえいえいえ、電卓もしくはソロバンを弾いて、だから昔ソロバンの2級とか1級の資格持ってる子はすっごく就職試験有利だったんですが、もう今それは全然関係ないですね。例えばその昔その法文タイプって、あの要するに知らないでしょ、法文タイプ。法文タイプってね、活字を1個ずつねこう打ち込むんですよ、タイプライターのようにして。へえ、多分これ見てる人の半数以上分かんないけど、分かんないでしょ。でもあれの資格を持ってるとすごく有利だと言われた時代もあったんですよね。英文タイプも一緒ですけども、でそんなのがもう今このパソコンの普及によって、うん、もう今やあれはまあゴミとは言いませんけれど、うん、もう本当に過去の異物になっていると、うん、でその中でその事務の仕事というのが急激に、まあ、会社の中でかつて10人必要だったのが、うん、もう今1人おれば十分だと。
となると当然事務の求人はもう激減しましたね、うん、でそういうふうな形で今例えばサービス部門で今までだったら、対面でお客さん接してその印象によって売ってたというのが例えばもうこれからは対面を避けて通販に変わっていくと、うんうん、当然そういう対面販売の仕事はこの世の中からもう10分の1以下に減っていくですから制度によく言いますのはやっぱり時代の変化の波をちゃんと読んでこれね高校生いいですかもうおっちゃんおばちゃんになると急にその時代変化を受け入れられない例えばもうホープンタイプやった人がいきなりパソコンなんか絶対にもうちんぷんかんぷんなんですねところが皆さん若いですからもういくらでもその柔軟な対応ってできると思うので、うんまあ、よく、まあ、新聞を読むとかテレビを見るとかいうこと以外にもですね実際にいろんな現場に見学してああこんな仕事が世の中にあるのかとこれだったらできそうというのを探すこれも、まあ、一つ楽しいかなと思って、うんうんまあ、早い段階でやっぱりこう視野を広げとくというのは大事かなと思いますね、うん、本当にそう思いますなんかね思い描いてた仕事はあると思うんですけど、まあ、それも心と頭には残しつつ他の選択肢も広げて見てみるっていう、まあ、ネガティブに考えるよりは時代の変化のタイミングで就職先を選べるっていうのはなんかね選んだ後に変化が起きるよりは良かったかなと思ってですね、はい、これからどういった選択肢ありかなっていうのをちょっとポジティブに考えていければというふうに思いますし力になれたらなと私たちも思っています、はい、であとはあれですねだからこう今年の子たちと接しててもそうですけど今年求人ないからどうせ自分の志望してる会社とか職種求人ないんだったらもうええわって言ってフリーターなろうって考える方とか、うんうん、あとはこうやっぱ求人なくてその中でこう自分が内定取っていくの難しそうだから、まあ、奨学金借りて就職活動4年後に先送りしようっていうタイプの高校生たちも中にはいましたけど逃げというかネガティブ、うん、なんだろうななんかその辺何々がダメだから、うん、もう交渉かそれがまあ今吉さんが言った逃げだと思うんですけど、うん、何々がダメだじゃあこれをやってみようというふうな、うん、こう気持ちにならないとそうです、ねうん、例えば今の高校生での高校の段階からもすでに起業して会社を経営している高校生もちょこちょこ出てきてますけども、まあ、そういう人たちは自分のやりたい仕事がないじゃあ自分で作ろう、うん、そういうそのなんていうんですかねモチベーションの高さというのはあればやっていけると思うんですけど、うん、何年かダメだから仕方がないからこれでやるというふうに選んだ仕事というのはやっぱり長続きしない、うんうん、そう私もこう言いかけたその就職が難しそうだから進学するとか就職が難しそうだからフリーターにするっていうのが悪い選択っていうことではなくそこに至るやっぱりこう決断の仕方みたいなところとか、ね、気持ちの持っていき方みたいなね、うん、なんかそこはすごい大事だなと思うんですけど ね、 そうですね、まあ、やりたいことがあってどんどん自分でねこうその、うん、まあ一つ考えるのは自分が作った職種というのをこの世の中に広めていくというぐらいの覚悟があればもうどんどん若い人はやったらいいと思いますけどでも現実のある、うん、仕事の中から何かを選ぶということでしたら今ないからじゃあ進学しようかとか今ないからとりあえずフリーターで行こうかというのは結局自分に身につくものは、まあ、あんまり得られないのではないかなとでしかもそうするとまあ大阪人ですからすぐお金の話になるんですがフリーターだったらやっぱ収入がもう大幅にやっぱダウンしますしいろんな保証もない、うん、大学に行ったら出ていく分が多いと。だから就職がないから進学就職がないからフリーターというのはあまりにも自分の長い人生の中でいうとリスクが大きすぎるのかなというふうに思いますね、うん、なんかね一度こうしっかり働いてこう稼いだお金で学びに行くとか、うん、このコロナのおかげで通信制オンラインでの学習っていうのが大学だったりとか専門学校とかでもそういった講義が増えているので学びながら働くとか働きながら学ぶっていうこともハイブリッド型でできる時代になってきたかなと思うので、うん、なんかこうネガティブにねどうしてもこう修学旅行行けなかったりとかこう体育祭とか文化祭とかもねこう規模縮小とかで思うように高校生活を送れなかったっていうところでこう気持ちもねこうポジティブに持っていきにくいっていうのもよくわかるんですけど、うん、なんかこうポジティブに選べるように私たちも手伝っていきたいなと思ってますし多分学校の先生たちも皆さんが就職活動するにあたって一生懸命地元企業を回ったりして求人を取ってこよう確保してこようという動きもされてると思います、まあ、今日はですね、まあ、今の高校2年生次新3年生の就職活動どうなるっていうところで予測を
ね、ざっくばらんに取り留めもなく話してきたんですけど、はい、実際にこう企業さんたちのところ私たち回ってると、いやそれでもこうまだ足りないから人を取りたいっていう熱烈な企業さんも中にはいらっしゃるので、やっぱりこう選択肢を狭めない、広げてみて、いろんなあの業界職種を判断して、まあ、可能性を広げてみるっていうのをですね、まあ、こう次の新3年生は、うん、キーワードに今からこう進路選択に臨んでもらったらいいかなっていうのは共通のところですね。2022年の3月に高校卒業予定の、方たちの就職状況とか求人状況についてはつどつど、まあ、こういった新聞記事をもとにですね、現場感についてまた動画上げていこうと思うので、ぜひぜひまた参考にしてもらえたらと思います。この動画ですね、気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回ちょっとコーヒーとかお茶とか設けてリラックスムードで、そうですね、はい、雑談風に喋ってみましたけど、うん、どうだったでしょうか、うん、まあ、皆さんとね、またこうやって議論交わしていきたいですよね、うん、まあ、最後に高校、まあ、2年生の人が1年生が見てくれたら、まあ、これから僕らの時代はコロナのせいで暗いというふうに思わないでほしいですね、うん、そう、うん、それが一番大事で言いたいこと、はいはい、今続けることがあれば、まあ、例えば一旦就職に決めたということであれば、やっぱり継続は力、続けることは力なんで、諦めずにやると何か見えてくることがある、コロコロやめとくかなとかいうふうに思わないで、そうそう、あとあれですよ、はい、大阪とか、まあ、関西圏とか首都圏は求人結構減ってるんですけど、私たち岡山県庁とかとも仕事してますけど、岡山県はそんなに言っても求人減ってなかったりとか、ね、地域によって全然違ったりするので、うん、で減ってるって言っても一人に一社ないとかじゃなくって、大阪でもね、4倍近い、ね、有効求人倍率があるような状況だったりするので、ぜひぜひ仕事がないわけじゃない、ただ接客販売とか宿泊とかっていう特定業種に関してやっぱりちょっとしんどいというか少なくなってるなっていうような状況なんで、可能性はまだ大いにありますから、ネガティブにならずみんなで進んでいこうっていうですね、そういうことをお伝えしたいっていう思いで撮った動画です、はい、あれなんかチャンネル登録よろしくお願いしますって言ってからが長くなりましたけども、改めてチャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いします。それでは次の動画で会ってみー。今日のマル秘トークはここまでです、本当に私たち絶対に高校生の皆さんが合格できるような特別な情報を届けているつもりですが、やっぱり一人一人当てはまることとか、もっとこうしたらいいっていうポイントは変わってきたりするので、困ってることとか気になることは LINE でメッセージでもらえたらなと思います。ぜひぜひ内定に向けて一緒に頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画ちょっとでもやばいと思ったら高評価、グッドボタンとチャンネル登録をぜひぜひお願いします。アッテミーは LINE と Instagram もやっています。説明欄からフォローよろしくお願いいたします。それではまた、アッテミー。